九十五式二型練習機九十五式二型練習機の原型機の日本航空輸送のフォッカースーパーユニバーサル九十五式二型練習機機6は第二次世界大戦以前に日本陸軍で使用された練習機である。設計、製造は中島飛行機。海軍における機上作業練習機的な機体を欲した日本陸軍は九百三十三年十月に 海軍の90式機上作業練習機の陸軍仕様である機ならの施策を三菱に発注したが、これと同時期に中島に対して同社が民間航空会社向けに国産化していたフォッカースーパーユニバーサル旅客輸送機の機上作業を練習機に改造した記録の施策を命じた。試作1号機は1934年3月に完成し、翌1935年8月に 正式採用された。ベースとなったフォッカースーパーユニバーサル旅客輸送機は1920年代に設計され、当時としてはベストセラーな機体で運用側の評判も良かった。本機は機体構造はスーパーユニバーサル同様高翼単用単発の固定脚式で主翼は後半ハフバリ、胴体は金属骨組みにハフバリだった。そして偽装を 後方、通信、射撃、偵察等の訓練に使用できるよう改装し、不整地で使用できるよう車輪は大型化されていた。稼働率は良好で、扱いやすい機体だったが、運用時にはすでに旧式化しており、機体の構造的にも実際の機上作業練習には向いていなかったために20機という少数、生産しかされなかった。このか、少数生産で終わった理由として、 当時の状況として実用機の性能がそれほど高くなかったため本機のような専用の機上作業を、練習機による訓練は必要がなかったということもあったようである。これらのことから練習機としては偵察機の乗員要請のみに利用され、練習機としてよりも輸送や連絡用に利用されることの方が多かった。それでも細々とではあるが、 1941年に一式総発行等練習機が採用されるまでの間使用された。ありがとうございます。